はい、カズエンドです。今日はですね、サッカーのお話をしたいと思います。久しぶりにね、サッカーのお話をするんですけども、今朝ですか、レアルマドリード対アトレチコマドリード、ヨーロッパナンバーワンを決める大会が行われました。まずね、レアルの監督とアトレチコの監督がですね、ジダンとシメオネということで、私がずーっとサッカーをね、昔からやってきた中で、このやっぱジダンっていうね、スーパースターと、まあアルゼンチンのね、シメオネっていうことで、まあ両極端の、監督の色がすごい出ていた試合かなと思っております。やっぱりね、ジダンって言ったらスーパースターというかね、スター選手ですし、それを束ねている、レアルの監督。で、一方アトレチコはね、どちらかというと、スター選手はいないものの、しっかりとした組織を作るシメオネっていうようにね、今の監督の現役時代のね、特徴が出ているクラブ同士っていう戦いで非常に楽しみでした。中でも、私ね、実際その試合を見る前に、どういう試合になるかなとかいろいろ予想してたんですけど、まあ、レアルはね、なかなかアトレチコとのなんか分が悪かったりとか、いろんなことがある中で、まあ、攻めるレアル、守るアトレチコっていうような感じで予想はしていました。その中でも鍵と握るのは、まあもちろんクリスティアン・ロナウドだったりベイルだったりするんですけど、最近ね、非常にそのボールを相手から奪うっていうところでカゼミーロを注目してました。シメオネのアトレチコっていうのは、やっぱりいかにどうやって点を取っていくかっていうところでグリズマンっていう二人を私はちょっと注目しながら見てはいたんですが、結果として PK でレアルが勝ったんですけど、いろんなその攻守の入れ替わりはそうですし、一試合通じてのどっちがリードをして、どっちが主導権を握ってみたいなのがもう満載な120分でした。で、中でもね、レアルの選手の個々の能力のうまさ、僕スカパーで見たんですけど、岡田さんがすごい言っていたのが、まあ、細かなミスが少ないのはレアルだよねって。で、そこをしっかりと相手のミスを奪うっていうところで、カゼミーロがすごい効いてたんじゃないかなっていうのは私も感じましたし、もうほんとそれ通りだなと思っていました。一方ね、グリーズマン、PK 失敗とかね、いろんなことがあって、まあ本来の力は発揮できなかったのかもしれないですけど、やっぱりそこはシメオネがすっごいうまくね、コントロールしていて、前半 1-0 で折り返すんですけど、ハーフタイムでね、いきなり選手交代、後半の一発目から、カラスコをね、シメオネが投入するっていうところも含めて、やっぱシメオネはすごいなって思いました。結構やっぱり一発勝負なんで、割と硬くなるんですよ。選手交代の数も限られてますし、延長戦になる可能性も高いっていう中で、いきなり後半の頭から選手を変えるっていうのはとっても勇気がいることなので、どちらかというとこういう戦いっていうのはセーフティーになるんですよ。まあやってる人、選手もそうですけど、監督も絶対そうなる中で、そこで大胆に入れ替えて、俺らは点を取りに行くんだっていうところをね、やっぱり、シメオネらしさというか、まあ、選手だけじゃなくて、サポーターも一緒に盛り上げるじゃないですか。そういうところも含めて、やっぱりパワーを入れていったんだなっていう感じが非常に、しました。で、また同時に思ったのは、あのレベルの選手たち、もう全員代表選手ですよ。あのレベルの選手たちが、足がつるまでしっかり走って、ボールを取りに行く。足がつるまでシュートをしに行く。そういうシーンがね、やっぱり心打たれたというか、やっぱサッカーって、まあ、リフティングが上手い人もいれば、本当にテクニックが上手い人、パスができる人、まあ、シュートが上手い人、フリーキックが上手い人、いろんな人いるんですけど、やっぱり基本はサッカーは走れないとダメなんだなっていうのは、感じました。うん。やっぱ走れないとどんなにいいテクニックを持っててもそれが活かせなかったりとか、うん。あのレベルの選手があそこまで走って、ものにしたい大会。っていうのがやっぱりチャンピオンズリーグですし、ちょっとね、興奮しましたね。非常に見ていて面白かった試合です。日本のサッカーでもね、ぜひそういう試合をたくさん見せてほしいなと思います。テクニックを見せて、それで観客がね、喜ぶっていうサッカーも当然必要なんですけど、やっぱり必要になってくるのは、1対1のぶつかり合いだったり、その目の前のボールに間に合うんだぞって走る。走り込みだったりとか、そういうのをね、たくさん見たいなと思いました。で、そういうことを、その、日本サッカー界全体がやっていくことで、アジアでも勝てるようになるし、世界にも出ていけるんだなっていうふうに、思いました。だって、クリスティアーノ・ロナウドだったり、ベイルがね、足をちょっと引きずる、ビッグを引くみたいなシーンってなかなか見ないじゃないですか。そういうところを見てもね、面白い試合でした。
ね、クラブワールドカップはやっぱり日本でも行われるっていうことを考えると、まあ、レアルが勝ってよかったんじゃないかなと思います。はい。ということでね、今日はサッカーネタでお話ししましたが、見ていないっていう方がいたら絶対見た方がいい試合だと思いました。オンデマンド放送でもね、見れたりするんで、ぜひこの試合は、特に若い中高生とかでサッカー今やられてるっていう方は絶対見た方がいい試合だなと思いました。当然そのテクニックを磨くっていうのは大事なんですけど、やっぱり根本はね、走れないでサッカーできませんから。たくさん走り込みをして、その目の前の相手1対1に絶対負けないっていうのをね、学んでほしいなと思いました。またね、 J リーグの試合も今日ずっと行われ、 J1 の試合も行われていて、まあ私が応援してる鹿島は 4-0 で勝ったりだとか、まああとは浦和が引き分けたりとか、まあなんかいろいろと、うん、ファーストステージもね、佳境に近づいていろいろ面白い試合が多くなってきましたんで、 J リーグもね、引き続き私は追っていこうかなと思っております。はい。ということで今日はちょっとサッカーのお話をさせていただきました。またね、サッカーネタはどんどん出していこうかと思うんで、サッカー好きな方はぜひコメントをください。じゃあ今日は失礼します。